2004年おもしろペット第1話。うちのしんのすけはとっても食いしん坊なためにみんながあっと驚くような技を編み出したんです。食いしん坊ならではの技とは何なのか。お母さんが運んできたのはしんのすけくんが大好きなリンゴ。しかしこの家にはあるルールが。実はしんのすけくんがテーブルの上に上がるのは絶対禁止なんです。上がっちゃダメよ。テーブルの上上がっちゃダメよ。とその時なんと体が浮いた。前足だけで体を支え宙に浮いたままリンゴを食べています。すごいな。あー落ちちゃった。お母さんテーブルには上がってないよ。最初はそんなじゃなかったんですけど最近はこの辺りの筋肉がムキムキになってマッチョに来ました。というわけで堂々の1位に輝いたのは執念の技を握ったしんのすけくんでした。はい、おめでとうございます。1位に選ばれましたジャックラッセルテリアのしんのすけくんにはこちらの特製メドレーが贈られました。早速喜びのコメントが届いてます。どうぞ。びっくりしていただいてどうもありがとうございました。しんのすけおめでとう。見事1位に輝いたしんのすけくん、何でも日々鍛錬を重ね新たな技を編み出したとのこと。早速見せてもらいましょう。よーい。なんと飼い主さんの用意の合図でしんのすけくん得意のポーズ。お見事。そして、え、食べないの？よし。そう、しんのすけくん用意の合図でいつもの体勢を取り宙に浮いたまま待てができるようになったんです。飼い主さんも大歓声。これからも頑張りよ。